取りください。山陽新幹線、大雪の影響で遅れています。さて、新幹線方面にやってまいりました。新大阪東京方面、岡山博多方面です。ではですね、新幹線ホームにやってきました。皆さんこんにちは、鉄振りです。今回は後編、西明石駅の後編ということで、西明石駅新幹線ホームやってまいります。うるさいですね。ということで、新幹線が走っていますけども、ちょうど止まっています。こちらは光エールスターじゃないですか。こちらはですね、昔山陽新幹線以外にも、東海道新幹線でも活躍してたのかな、レイルスター JR 西日本の車両となります。こちらは N700系。はい、皆さん、こちらが N700 系の7000番台、まもなく発車します。こちらの列車は、こだま851号博多駅、博多までの各駅に停まります。各駅といっても新幹線ですから、たくさん飛ばしますね。そしてドアが閉まりまして、列車まもなく発車。定時運行が欠かせない新幹線ですが、この列車も定時運行で出発。本日、大雪の影響で前原の方遅れているそうですが、この辺には影響はあまりないといったところでしょうか。なんとですね、この時間帯1時間に1本しかないんですね。この時間帯、朝昼はですね、このように小玉、そして光が、高い違いに来てるんですけども、のぞみがね、なんと1本だけ、そして光が一番最初のようです。次の光505号は、岡山行きとなっております。おそらくですね、東京を発車した光号だと思いますが、こちら16両編成での到着、光505号ですね、の停車駅は姫路相生です。そして終点岡山ですね。多分ここまで東京出てから、3時間4時間ぐらい経ったんでしょうかね。まもなくやってくるそうですよ。といっても新幹線のまもなくというのはまだまだ先であって、現在時刻は12時5分、次来るの12時28分ですから、20分ほど時間があります。前編でもご紹介したんですけど、在来線ホームがですね、あちら側、あの新規バスのバスの奥側にですねあるんですけども、こちら側は全然人がいないですね。このコロナっていうのはあんま関係ないんですけど、本当に列車が来る時だけしかお客さんが数人しかいない、そういう状況になっております。せっかくですからね、先っぽまで行ってみましょう。ちなみにこちらは11番乗り場と12番乗り場、在来線にですね、1番乗り場から6番乗り場と当てられていますので、この新幹線の方もですね、11番から12番と行くわけでございます。視聴者の皆さん、皆さん最初に言っておきますが、この今回の動画ですね、ものすごいしょうもないと思います。列車がね、見たいっていう方だけでしたら、列車が来るときではね、あんまり喋らないでおきましょうか。じゃあ、いや、やっぱ喋るな、多分。お、来たぞ。恐るべし速さ。あちら8両編成の N700系、7000番台か8000番台どちらかです。西日本車か九州車かどちらかは分かりませんでした。そしてこちらの場所には13号車と書かれておりますが、はい、新幹線には基本2つのものがありましてね、この駅真ん中を通るときはですね、何も言ってくれないんですね。列車が通過しますだとか、電車が通過しますだとか、一言も言ってくれないんですよ。なんて不親切な、そんなこと言ったら JR 西日本さんにね、失礼ですけども、こんなすごい新幹線を運行してくれてるね、JR 東海と JR 西日本の皆さんには失礼ですけども、この西明石大変、
まあ、過疎ってる駅と言いますか、新幹線においては、少し過疎な駅であります。しかし望みも止まりますよ。こちら望みを、東海道新幹線といえば3分に1本望みが来るという、あ、間違えました、5分かね、望み12本ダイヤと呼ばれるものですけども、実際に5分間隔で来てるわけではなく、3分、3分、3分、6分とかそんな感じだと思います。じゃあね、まあこんなとこで列車が来たらまた、お話ししましょうか。じゃあ、向こう側が直線、動画が止まりました。止まっちゃったね。向こう側が直線でこちら側が曲線ですって言おうとしたら止まっちゃいました。はい、すいません。じゃあ、あちらが西明石駅、こちらを見ると分かるんですが、隣の駅が新神戸、そして姫路です。在来線には西明石駅の隣、そして言うと大久保駅、または明石駅となりますが、ここは新神戸、そして姫路と表示されています。皆さん聞きましたかと言っても、今動画を回したので意味ないんですけど、てん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 と曲が流れました。はい、音痴ですいません。まもなく12番線に、やってまいりますでした。12番線というと、一番向こうですね。こちらにはホームドアというものがありませんから、普通に止まってくるわけですけども、黄色い線の内側という表記、言い方になっております。JR 西日本独特のこの音ですね。それからですよ、やっぱ新幹線特有のこの長い車内放送、京都までの各駅と名古屋、浜松、静岡、というふうに新横浜、品川、そして終点東京と、東京まで一番西明石から乗り換えなしで早く行ける方法ですね、こちら。なんと西明石から東京行きの出て新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく12番乗り場に、あ、12番線ですかね、東京行きの光号をやってきますという旨の、放送が入りまして、そろそろ入線してくるんだと思いますけどね、おそらくあのポイントにはですね、約25キロか、75キロか、75キロかなの、入線の制限がかかっておりますので、こう入ってくる、遅れるということです。あち、N700A と書かれております。全周ホロと呼ばれる N700系からつきましたかねの機能で、空気中からの摩擦をできる限り低減。 A というのはマイナーチェンジの意味なんですけども、大きな A と書かれたものはですね、新造された車両となりますので、特に綺麗と、こちらの電車はトゥーン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 とかいうですね、東京到着後にはタララ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 ラテーマアンビシャスジャパンが流れるという車両になっております。そうです、 JR 東海編成787の2976と書かれていますが、 N700系、 結局ですね、こちら側にも列車が来ることになります。やはり、普段新幹線に、乗ることが時々ある僕でもですね、この新幹線のこのフォルムはとてもいいものです。全長、約25メートルかける何量です、25メートルプールが16両つながってるんですよ、よく考えたらね。そうです、25メートルプール16個分の長さです。手元に計算機があるんですけど、計算するのがめんどくさいんで、計算しませんが、だいたい20メートルと仮定しますと、
何メートルだ、すいません計算ができません。160だから320、400メートルぐらいあることになりますよ。100メートル走4回分、大変ですね。綺麗なフォルムでございます。そして通過電車もやってまいりましたよ。なんとですね、16両編成の車両を8両編成の列車が抜くというね、ちょっと面白いことが、逆転現象みたいなことが起きるわけです。あちらはみずほかさくらかどっちでしょうか。おそらくさくら号だと思いますね。2つの編成が並んでいます。実にかっこいいですね。この13時28分発でちょっと焦りました。びっくりです。列車の通過待ちということでちょっと興味がありますね。なんとこちらも JR 東海の編成でしたね。今度向こう側からやってくる列車、こちらが、追い抜かすことになるんですけど、こちらの光をね、これは岡山駅です。おっと、なんか騒がしいな。こんな安全安心の新幹線の下でこんななんかちょっと物騒な音が聞こえるのはあんまり好きではなりませんが、時間があるので16両編成分歩いてみますか。じゃあ時間はないですけどね、ちょっと歩いてみましょう。じゃあ行きましょう。N700A 新幹線シリーズ N700 と呼ばれております。しっかり505号、この西明石に停車するのはだいたい500番台のやつですね。お客さん本当に少ないな。あー、通過したじゃないですか今。ダメだな。はい、ここで14号車です。まだあと13両もあります。25メートル×13両です。たくさん歩かないといけません。やっぱり505号岡山行きです。でっかいパンタグラフです。これによってやっぱ音も騒音も軽減されるんでしょうか。まだ出発信号は出ていません。こちらが、まあ、お金持ちの乗る場所ですね。グリーン車です。グリーン車はこの編成に、3両ですね、8、9、10とありまして、グリーン車専用の喫煙スペースまでありますよ、15車に。さてここに戻ってきました。光505号28分発となっております。ここが5号車と6号車24分です。28分発、だいたいここまで来るのに 2,3 分がかかるというね。こちらが8両編成の定目、8両編成の N700系7000番台8000番台は、こちらに、停車するというふうになります。奥の新幹線が発車するのかな、もう分かりませんが、23分発かな、あれは。よいしょ。ここが自由席のある3号車、そして2号車。
して一番前の1号車がついに見えます。自由席と指定席は座席は変わらないんですよね、正直言って。ただ自由に座れるか指定席なのかってだけで、でお金は少しかかりますがあまり変わらないといったところです。犬の中継のロゴ、座れました。あちらに JR の在来線の方、西日本ですね。ですから奥には明石海峡橋、淡路島、そしてあちら側見えます。おっと、新幹線が通過する。なんでしょうね、16両が8両に抜かれるって不思議です。この線路は何なのでしょう、分かりませんね。ということで間もなく発車するようです。綺麗な先端の列車もなんか発車します。ライトもついておりますね。光505号岡山駅、この音を聞くだけでなんか新幹線に乗りに来たという音に感じますが、空気ブレーキ誘拐音も聞こえまして動き出しました。新幹線の運転手さんもね、あのグリーン車ぐらいの、ぜひともグランクラスぐらいのあのあれですね、あの椅子に座って運転してもらって、本当にたくさんのお客さんを抱えているわけですから。そして大富豪の乗ったグリーン車を通り過ぎて、責任を持って新幹線に乗ってる指定席の人たちがありまして、最後に先頭です。赤色の表示、あそこ75キロで通過できるというから驚きですね。ということで、今回はこの辺にしていきたいと思います。本当に景色が綺麗でね、素晴らしい駅ということで、この動画この辺にて終わりたいと思います。今回は JR 西日本西明石駅新幹線編ということで後編のご紹介でした。皆様ここまでご視聴ありがとうございました。またご視聴お願いいたします。ではさようなら。Thank you.